チャオ、あっちゃんです。あっちゃんのオイル講座、前回に引き続き、エンジンオイルのことをの知識をちゃんと正しく知ってるのかどうかっていう店員の選び方講座中級編、はい、そんな名前やったかな、を、今回ねお話したいと思います。前回ね、0W50 と、5W20 どっちが柔らかいのっていうお話をで聞いてみたら、店員さんの答えでこの店員さんはオイルのこと知ってるか知らないかっていうのがよくわかるよっていうお話をさせていただきました。では中級編もう少し掘り下げてお話します。この話をして店員の顔色が変わると、はい、あなたはかなり、オイルのこと詳しいから嘘はつけないなとか、ちょっとは口ごもっちゃうよっていうぐらい、お店側からしたら嫌なお客様になれます。はいね、はい、それぐらいね、ユーザーさんも知識をつけていただいて騙されないようにしていただきたいと思います。では中級編始めたいと思います。最近の、蓋開いてた、テンション割っちゃったよ。最近のエコカーは、0W20 0W30 っていうね、0W を採用したわけを聞いてみてください。どうして最近の車は 0W20、0W30 を使ってるんですかって店員さんに聞いてください。はい、ほぼ9割方の人は燃費を稼ぐためとか、燃費のため、燃費っていうお答えをすると思います。省燃費とかね、言うと思いますって答えた人はアウトです。はい、なぜアウトかっていうと、答えは何も変わってないんです。って思われるかもしれない。まあダイハツのエンジンとかね、ちょっとね渋めに組んでるとかなんだかんだとかね、まあ、そんなのもあるけど、燃費のためではないんです。はい、前ちらっと話したと思うんだけどもね、いろいろ、燃費っていうのはお客さんが乗る時の燃費じゃないのよ。国土交通省に、申請する燃費をね稼ぐためにアイドリング時間とかエンジンかけてから走り出すって、いろんなモードのテストなんだけど、それエンジンかけた時のアイドリングとかで結構燃料が無駄にいっちゃうから、アイドリングをなくして走りたいから柔らかいオイルを使うとか、まあそういうの話はあんねんけど、エンジン自体は何も変わってないんですよ。だから昔は 5W30 とか 5W40 とかこれを純正採用してしてたんですね、指定で。で全くエンジン何も手を加えずに今のエンジンは0W20 とか 0W30 っていうエンジンオイルを指定してるんです、メーカーは。はい、これは、エンジン自体何も変わってないし、何って全然ないのよ。ただ単にエンジンアイドリングの時、アイドリングはエンジンかけてすぐに良くないんですよ、ほんまは。でも走ってもエンジンオイルが柔らかいからすぐに回るって絡むよっていうだけのことで、ね、それを省燃費のためって答える店員さんは分かってません。はい、それが、エンジンオイルのからくりなんです。だからあっちゃんは、0W 指定の車に0W 指定をやめて 5W20 とか、ね、入れてくださいっていうお話をしてるんですよ。ジャンプオイル 0W30 あるやん、それは 0W20 の車に 0W30 入れるということは油膜が強くなるからいいことなんですね。はい、で 5W20 に使う 0W50 に 5W20 を入れて何ら支障はありません。はい、燃費も良くなっちゃう可能性の方が高いです。はい、で、あともう一つ中級編として、オイル担当さんに聞いてみてください。私の車は私の車は 5W20 です。指定が 5W20 です。説明書とか整備手帳とかのとこにエンジンオイルは
0W20、0W20、0W35、0W30とか書いてあると思うね。その中で 5W20 って書いてある車の人は、私の車は 5W20 なんです、指定があって。これを、粘土を 0W にしたいんです。0W20 は入れられますかって聞いてみてください。で、入れてもいいよっていう人は、アウトです。はい。で、この時に、いや、0W は、5W を 0W にすることはダメですという人もアウトです。5W を 0W にしたい。0W にするんやったら、0W にしたいんですか？ 0W にしたいんだったら、0W30 を入れてください。って答えられた人は、エンジンオイルのこと分かってる方です。はい。まあ、0W40 でもね、0W にしたら、下の W、なんとか W を下げる場合、5下げる場合、上を10以上上げてください。はい、っていうことなんですよ。だから、あっちゃんがいつもおすすめしてる 0W50 っていうのは、5W とか 10W の車に 0W だから 10W40 とか 10W30 とかの車に 0W50 入れても問題ありません。下も上も上げてるから。で、だからもちろん 0W20 の車に 0W50OK ですっていうか入れた方がいいですぐらい よくなります。だからね、ちょっとね、まだお話外れちゃったけども、 0W50 は、1リッター3000円ぐらいする高価なオイルですね。はい。費用対効果考えると安いオイルなんですけども、金額からいくと1リッター3000円が高いオイルですね。はい。だからそこまでいらないよっていう人は、ジャンプオイルにも 5W20 っていうオイルもあるし、 0W30 っていうのもあるしね、その辺だいたい1000数百円から2000円ぐらいのオイル、まあまあ普通ぐらいのオイルです。その普通ぐらいのオイルで燃費も上げたいし、トルクも上げたい、回転もよく回りたいとか、まあ、いろんなご要望あると思うんですね。それに応じたオイルを選ぶ場合、 5W20 の場合は 0W にして、 0W にして周りを良くしたい、ね、で、エンジンも保護したいしっていうのもいろんなあって、保護したりか保護しないとダメやからね。だから 5W20 の車には 0W30 を入れるのが正解なんですよ。はい。ちょっとあっちゃんね、どうしてもね、あっちゃんがいいよってオイルを絡めてお話ししてしまうからちょっとややこしになっちゃいますけどもね、まあオイルのね担当の店員さんに聞くのは、5W20 の車に入れられるオイルっていうのは 0W20 ではありません。アウトです。はい。0W30 とか 0W40 0W50 ねを勧められる店員さんは、まあまあオイルを知ってる方です。これ中級編になります。はい。なかなかね、ここ答えられる店員さんも少ないですね。もちろんね、だいたい燃費を良くするために、エンジンオイルは 0W になってるよって、エンジンだからエンジンも、省燃費エンジンを開発されてます。してません。はい。昔から 5W とか 10W 使ってたエンジンです。同じエンジンです。はい。オイルがの番手変わってるだけ。オイルの番手変えてもエンジンは、そこそこの距離持つよっていうことはメーカー保証してるから、そこそこね、長いこと持つよとは言ってません。はい。ちょっとね、まあこの辺お話から離れたところなんですけどもね、まあね、中級編としては、0W20 とか 0W30 が採用されたのはなぜですかって聞いたら、燃費って答える人、はい、とか 5W20 のオイルをちょっとね意地悪にね、 5W20 のを超燃費オイルの 0W にしたいんですけども、 0W20 使えますかって聞いてください。はい。燃費のためには 0W20 いいです。完璧アウトです。はい。まあそういう店員さんお気をつけてください。ということで、ね、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。あ、もちろんね、あっちゃんとは前回言わんかったんやけどもね、今回ちょっとね付け加えしときます。オイル担当の店員さんでもうちょっとオイルのことを勉強したいということは、あっちゃんにご連絡ください。あっちゃん教えます。はい。やっぱりね、嘘ついて打っちゃダメなんでね。はい。その辺、あっちゃんも
もう今ねオイル自体対面販売もしてないし、オイルの知識そこそこあるんで、その知識ね捨てとくのももったいないんで、あっちゃんのねコーチングしてほしいという人がいればお教えいたします。はい、ぜひ業者さんで、オイルのことを教えてほしいよっていう方はまたこっそりメールでご連絡ください。秘密厳守にします。どこどこの誰さんとは言いません。はい、ということで、逆にどこどこの誰さんが、あっちゃんが教えてるからすごくオイル知ってますよって言ってくださいって言ったら、ちゃんとお名前出して宣伝もさせていただきます。はい、もちろんジャンプオイルとかねチューナーズのオイルを取り扱っていただく代理店になっていただくことも可能です。はい、ということで、ちょっとね最後の方宣伝にもなっちゃいましたけどもね、次回エンジンオイル講座上級編をお送りいたします。多分予定です。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。